年下なんてダメですか？長い髪好きなんですか？彼女候補にどうですか？先輩のことが時で受験してみたり、アピールしたり、もう気づいてよパパ。偶然予想作戦も許して、毎日ここで挨拶待ち伏せ。釣り合わないの知ってる、それでもちょっと近づく。年下なんてダメですか？恥ずかしいですか？少し先に生まれた好きな人が少し先に恋をしてしまった。もしこの時進めることができたら、君と席が近くなって、君と恋人にもなって、なんてそうじゃないの、今好きになって。お姉ちゃんだって絶対仕事に手を抜かないじゃん。朝早いのに夜遅くまでドラマの台本読み込んでたり、絶対美容に気を抜かないし、夜食食べないし。たまに食べちゃうけどね。役作りの時は我慢するかな。それこそお姉ちゃんのプロ意識見てきたから私も負けらんないの。それにいつかドームクラスの会場でライブしてみたい。自分のステージを見に来たいって思う人でいっぱいにしたい。モナなら絶対できるよ。この間のライブもほんと楽しかった。モナのファンさんほんと可愛くって。あ、そうだ、モナ自己紹介やってよ。やだよ。やってやって、お願い。じゃあ私がやった後お姉ちゃんもやってね。それならいいよ。え、私できるかな。はい、約束ね。じゃあ行くよ。一回だけね。うん。せーの。あざとくっても許してね。オッケー。わがまま言っても許してね。オッケー。だって私は You're my angel。 ありがとうございます。あなたのハートに笑顔をお届け。あなたの天使 MONA モナです。よろしければ名前だけでも覚えてってください。次お姉ちゃん。はい。本当にやるの？約束した。緊張する。せーの。あざとくっても許してね。オーケー。わがまま言っても許してね。オーケー。だって私は You're my angel。 ありがとうございます。あなたのハートに笑顔をお届け。あなたの天使 SENA セナです。よろしければ名前だけでも覚えてってください。よろしくお願いします。はぁ、恥ずかしい。どうだったかな。かわいいじゃん。どうしたのモナ。もう私より断然かわいいじゃん。ほんとそういうとこだよお姉ちゃん。そんなことないって。絶対モナの方が可愛いって。可愛くない。もうバカ、自信なくす。そんな。あ、モナ、そうだ、掃除しなきゃ。掃除ね、掃除しようね。掃除もやる気なくした。責任取って私の部屋も掃除して。やってやってやって。わかった、手伝うからね。本当に？本当。本当の本当？本当の本当。
お姉ちゃんありがとう、大好き。もうモナにはかなわない。さあ、とっととやっちゃおう。